着、ナメック星に到着しました。早く3人を探さねえと。生きてるよ、クリリン。ご飯、ブルマ。悟空、ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのでっけえ木が3つ集まったとこだ。カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリンたちにも分けてやってくれ。こいつらは、俺は一人で片付ける。やる気か。ゴミ虫が今更増えたところで、何にも変わんねえぜ。おめえはオラに勝てねえ。させてやるぜ。
よし、こうなったらとっておきを披露してやろう。リクーガー、ウルトラファイティング、ミラクルボンバー。悪いな、隙だらけだったもんだからつい。この、いや、やろう。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ、一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか、伝説は本当だったのか。1000年に一人現れる、どんな天才戦士も越えられない壁を越えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうする、おめえたち、とっとと自分たちの腰に蹴るか、それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたか、バーター、あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力で陸雲を倒したと勘違いしているようだぜ。油断した陸雲と妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろう。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああ、やっぱ蹴らねえか。何者だ。地球育ちのサイヤ人らしいぜ。おだっす。おっと、よっ、あっ、おだっ、おだっ、ずっきらやがる。おだっしょ、おだっ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 、What?
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめてこの星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが、でも足も出せないまま、やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をみすみす逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オーラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったー。ん？2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に杖液を感じる。多分あの方向は大変だ。最長老さんところだ。まずいぞ。フリーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうの知らないんだ。なんだと？よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。分かった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、行ってくれ。気をつけてな。頑張れよ、ゴハン。ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。ちっ、まあいいだろう。おめえも死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだ。ちっ、知ってやがったか。
フリーザもギニューたちも宇宙船にいないとなると、今あそこには誰もいないというわけだな。どうしたベジータ。なんでもない。よし、さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。ギニュー隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。あばよ、ベジータ、行くぞ。ドラゴンボールを手に入れようってからだな。ガクの登場で悪いが、一気に生かしてもらうぞ。ほう、相当の自信だな。なるほど、こいつは思った以上にできるようだな。グーハッヨハハッワッタハッワッガクロハッスーパーサイヤ人なのか。大
確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。あー、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな、けんどよ、オラ無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと、貴様本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。チース、俺のスカウターを持っていろ。何を。気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チェーン。